そうだな。めんどくせえ。相手があんたじゃ、向こうもそう思ってるでしょうね。ね。買い物って楽しいよね。ストレス発散になるっていうか。あれって金使うからストレス発散されてんのかな。そうじゃない。仕事の道具買うつもりがつい関係ないもの買っちゃわない。菓子もジュースも回復と思えば何だって使えるかもしれねえぜ。おお、いいかもね。 HP10 回復みたいな。はい、全部来たね。多分これ開かないでしょ。そうだね、まだちょっと人気不足だね。はい、じゃあジョゼと会って帰りましょうか。お、お兄さん。はい、お兄さん。疲れ。さあアイテム交換しといて、友善校なんだっけ、全体回復ね。はい、買っといて、で黒い小刀ゼロなんだ。どうしようか。ゼロのやつ買いたいよね。小刀買おうか。はい、であと26ブランクカードかな。はい、うん。で認知変化で、まだ何もやってないんだ、経験値と、お金はね。じゃああげようか。一個ずつあげられますね。もう一個あげようか、こっち。はい。あ、でもまだあげられんな。お金あげようか。はい。うん。あ、これで終わり？はい。うん。じゃあ帰りますね。お？やめるの？うん、やろう。はい、お、来た。いや関係あんのかな、やっぱメメントス。ニューカマー、ニューカマメメントス関係あんのかな。これあの新聞記者からなんだよな。うん、そこで今から会おうって。メメントス行っても行かなくても来たのかな、わかんない。どうやらニューカマーって新宿にあるバーみたいだぜ。おお、高校生呼び出す？新宿で待ち合わせか。うん。そうだな、新宿。どんなとこっすか。まあ、一言で言うと大人の歓楽街ってとこだな。うん。みんなに連絡回せ。物騒っすね。今取り掛かってる案件よりも物騒な。いや、わかんないな。電車賃がない。リュウジ来れんの？呼び出したとき、なんだっけ、メイドルッキンパーティーのとき逃げたよね。今度から有事に備えて貯金をしておく。うん。待て、まさか制服で行くつもりか。無意味に目立つのもなんだからな、着替えてた方がいいぜ。今度はお前が制服かいを。あ、仕方ねえだろ、帰る暇なかったんだよ。何してたの。制服だってバレねえよ、上は T シャツだし。そうか、普通じゃね。何も考えてないだろう。
行動されても知らんからな。心配すんなって、渋谷と大して変わんねえだろ。きっちり案内してやるよ。え、こっから新宿なら JL 乗るぞ。ビル出てすぐ右の改札な。さっさと行こうぜ。おい、本当に大丈夫かよ。お、行くの？はい、よっしゃ。はい、おー増えた。いいの？東京の副都心として栄える街、歓楽街は様々な店が並び、夜は大人の街に変わる。未成年が入れるバーもある。バーは会話を楽しむ店、未成年でも問題ない。おー、ていう手でしょなあ。うん、はい。電車賃がないとやばいね、ゆうすけ。さあ堂々と行こうか。大丈夫これ。違う。おい。そう、ね、対応しちゃダメなんですよね。あ、やばい、警察もいるじゃん。触り放題だって。いいかな。やばい、こんな時間に何してるの？学生？大学生っす。ああ、そうそう、大人だよ大人。なんだ君、知り合いか？ん？そのズボンの柄どっかで見たな、テレビのニュースか何かで。そうだ、セクハラ教師の事件だ。あの高校の制服、やべ。君たち高校生だね、ちょっと来なさい。ああ、もう、だから制服はダメだって言ったろ。うまくかわして逃げろ。いつになったら着くんだよ。今のはしょうがねえだろ、有名になった証拠だし。戻ってきたね。あの金髪の方に女難の層が出てます。いや、女難じゃない。とにかく恐ろしい災難が迫ってます、よく見せてください。え、俺か？そうです、占った方がいいです、絶対当たりますから。またかよ、悪いな、急いでんだ、俺そういうの信じねえし。そうですか、ごめんなさい。でも、もしやっぱり気になるのでしたら、夜、この場所にいますから。では、くれぐれもお気をつけて。何？龍神？これから行くニューカマーで何してんの？振らないか。あの、はい、ちなみに、はい、夜この場所にいる。警察はいないね。どこだ、ニューカマー、これか。ニュー目立つ。おお、完全におとなしいようだな。マジでここか？ビール、ウイスキー、ワイン。夜はバータイムだってよ。やっぱ制服じゃやべえか。さっきもバレたしな。マジかよ。新宿まで来て。じゃあね。そこらで時間潰すわ。
終わったら教えてくれ。いらっしゃい。おお、エスカルゴララ。もういや、いくつ。ララちゃんごめん、それ私の連れ。あんたこんなことも引っ掛けて、未成年に飲ませないでよ。なんでこんなとこ呼ぶん。ララちゃん奥の席借りるね。ほら奥の席に行った行った、お姉さんが水をおごってあげよう。うえ、そっけっくせ。驚いた、冗談かと思ったら本当に来たんだ。その勇気に免じて話聞いてあげる。何を知りたいわけ。渋谷を牛耳る治安悪化の原因、こっちの方がいいかな、下の方が。なんでそんなこと知りたいわけ。そうね、元締めに用がある。はい、まあ心当たりはあるよ、教えてあげてもいいんだけど。心の回答って知ってる？最近ちょっとした話題になってるけ。はい、人化事件を追ってたけど何も情報つかめないし、ちょうど新しいネタ探してるとこなんだよ。ってことで、なんか情報持ってない？ん？交換条件ってこと？まあそんなとこ。君、囚人でしょ。前に会ったとき制服着てたもんね。心の回答って鴨志田事件が発端なわけじゃない。囚人の生徒なら内部事情とか知ってんじゃね的な。鴨志田の体罰被害がひどかった子を独占取材したいの。お互い成功法だとちょっと都合悪いみたいだし、いい子いたら紹介してくんないかな。被害に遭っていた生徒か。お、三島ってやつとかは。あいつ怪盗団の味方っぽいし。うん、じゃあ取引成立だ。その子の連絡先後で送っといて。うん、三島は顔面にボール食らってたしね。我が輩の起点のおかげだぞ、感謝しろよ。考えてみたら、愛人化事件も怪盗団もオカルトみたいなもんなんだし、この二つ関係してんのかも。とか、都合のいい嗅覚だったりするのかな。あ、ごめん、独り言。あ、じゃあ前払いってわけじゃないけど。金城純也。教えるんだ。まあ取引ですけどもね、やばい人なんでしょう。高校生によく教えるよね。多分君が探しているのって金城だと思う。よし、気になるなら探ってみれば。後のことは私いらない。ララちゃん、グラス一つ、この子の分。新しい出会いの祝杯すっから。長居してるとめんどくさそうだな。水だけ飲んで早めに引き上げようぜ。よし。うん、まあ情報は手に入ったけど。うん、映画館の前。はい、来た道を戻りゃいいのか。よし、行くぞ。はい、まあ今の人もろくな大人ではないね。あとのことは知らないっつってね。映画館あれか。おい、マジか。おい、
よっしゃ。待ってよ。うん。すげえな。別に聞こえてるやついますね。あ、そっか、湘南の層だ。新宿の妖精アンジェラ、アンジェラ、ジュリアナ、左がジュリアナっすね。来ないかもね。これで金城のパレスに入ることができても当然だぜ。意外に楽勝だったな。お前からしょ、ああそうか、三島、そうね、紹介チャンスは女の子からメール来た。勘違いしてんな。会ってからのお楽しみ。そうだよね、会って話がしたい。いきなりでしょ。やったな。本気で感謝されてる。それでいいの？ああ、付き合うことになったら報告してね。はい。ということで、金城純也だっけ？相手が分かりましたね。ということで、じゃあ今回これで以上です。ありがとうございました。はい。じゃあ今回これで以上ですね。はい。ありがとうございました。